ただの春菜は、元女子プロ野球選手である。愛称は、春ちゃん。地元の少年野球団、松山シャークスで首相を務めていた2歳上の兄、達郎の影響で、小学4年生から野球を始める。チームでは、遊撃手と当時を任された。その後は、男女の体力差を懸念し野球を続けるか悩むが、当時の野球団の監督に背中を押され、松山中でも野球部に入部する。 2年生の夏以降には首相を任され、2010年3月に行われた東北中学校選抜野球大会では宮城県選抜に選出された。女子選手が選出されたのは初めてのことであった。中学卒業後は女子野球ができる環境ではなかったため、ソフトボールへの転校を決意し、清和学園高等学校に進学、インターハイと国体に出場した。 卒業後は、大学から、ソフトボールの推薦を受けるが、周囲の後押しで、女子プロ野球を志すようになり、入団テストを経て晴れて、女子プロ野球選手となる。2014年からノースレイアに入団。開幕当初は、控えからのスタートだったが、プロ初打席初安打を機に出場機会を増やし始め、シーズン中盤以降はレギュラーに定着し、三塁で17試合。 指名打者で10試合に先発出場した。また、投手としてマウンドに立つ機会もあり、5試合の登板で防御率2.33の数字を残すなど、高卒1年目ながらチームに欠かせない主力選手となった。2年目を迎えた2015年からは、チームが東北レイヤーと名称を変え、育成球団としてスタートを切ったため大幅な選手の入れ替えが生じ、 高卒1年目の立場から一転、年上が2歳上の堀越三木のみとなったチーム編成に加え、高卒ルーキー6人を迎え入れたチームの中で副首相を任される。そのチーム方針から公式戦が激減し、年間通じて計9試合しか開催されなかったが、その9試合すべてでフルイニング出場を果たし、3番に6試合5番に3試合ずわりチームトップの打率。 280をマークした。しかし、チームは10月17日のジャパンカップ出場決定戦で2-2の引き分けに終わり、規定によりジャパンカップへの出場はならなかった。なお、3月28日発売の女子プロ野球ウォーカー2015では表紙を飾った。2015年末の2016年チーム体制発表の際に、東北レイヤーで2年目だった選手は、 トップチームに昇格との発表があり、岩田菊と共に京都フローラへ移籍となる。背番号は、ルーキー時代と同じ、29となった。3月26日のチームのホーム開幕戦となった、埼玉アストライア戦では、4回裏に、磯崎ゆかりから移籍後発アンダ初打点となるレフト、前タイムリーヒットを放つ。5月2日のアストライア戦には7回表に、移籍後発登板を果たす。 あんだ日本と失策が絡み一四万塁とされるが、9番、出口彩香をショートフライ、1番、中野夏美をファーストゴロに打ち取り、無失点で切り抜けた三塁で、レギュラーに定着し、7月28日までのオールスターゲームのファン投票では、内野手部門で5位となり、選出となった。8月11日に行われたオールスターゲームに8番三塁で、フル出場し、 二塁打を含むにアンダを放った。2017年からは、プロ4年目にして3球団目となる埼玉アストライアに移籍した。2019年11月1日、今季限りで女子プロ野球リーグを退団することが発表された。2020年2月16日、東海ネクサスの初代メンバー、キャプテンとして活動することが発表された。ありがとうございます。